今月28日に開幕する全国高校サッカーに県代表として初めて出場する山形明誠高校の激励会が開かれました。山形明誠高校で行われた激励会には全校生徒およそ450人が参加し、入場したサッカー部を拍手で迎え入れました。山形明誠は今年10月に行われた県大会の決勝で強豪羽黒を1対0で破り、創部39年目にして初優勝を決めました。激励会では佐藤義彦校長が山形明誠の新しい幕開けとして精一杯のプレーを期待すると挨拶。その後、全校生徒でエールを送りました。全国高校サッカーは今月28日に首都圏を会場に開催され、山形明誠は29日、初戦で鳥取代表の米子北と対戦します。受け身にならず、自分たちらしくサッカーしたいです。山形県勢として17大会ぶりの初戦突破と、初のベスト8進出を目指して頑張ります。山形明誠は今月24日に山形を出発し、初戦に向けた調整を行うということです。